まあ、YouTuber っていうのはですね、精神を病む職業と言われていて、まあ、結構メンタルが安定しない人が多いんです。まあ、僕も含めてなんですけども。なので今回ですね、このネットの診断、サイコパス診断、これ無料で診断できるみたいなんで、これを使って、ちょっと自分のこの、まあ、心の状況を見ていこうかなと思っております。はい、スタート。口達者で表面的には魅力的、当てはまる、やや当てはまる、当てはまらない、表面的には魅力的。俺でもさ、俺そんなに口達者とか口下手な方だから、これは自信を持って当てはまらないでいいんじゃない。当てはまらない、自己中で自尊心、自己評価感が強い、膨大的である、やや当てはまるかな。まあ、自己評価ってある程度高くないと人間やってられないですからね。病的に嘘をつく、虚言癖がある。いや俺そんなじゃないかな、当てはまらない。ずる賢く抵抗なく人を操ろうとする、ずる賢く、いや俺人を当てはまるのは、当てはま、人を操るの好きじゃないね。あんまりそのなんか人に指示したいから、俺経営者になれないタイプの人間。後悔や罪悪感を感じない、いやこれは当てはまらない。いや俺なんかめちゃくちゃなんか真人間じゃない。退屈しやすく刺激を求めている、いや当てはまらないかな。まあ、ギャンブルとか好きだけど、あんまりそのなんか、自ら率先した刺激を求めに行こうとは思わないかな。冷淡で共感性がない。いや、俺は当てはまんないよ。俺なんかサイコパスとはなんか、あれじゃない、もう、全く逆の方向にいる人間じゃない。自分のことと責任を結びつけられない。責任感という概念の欠如。いや、これは、いや、当てはまるね。結構その、無責任なこと言ったりするから。感情が浅はか。いや、俺、感情に関しては結構、でもここ最近、ここ2、3年でなんかその人に気使うみたいな感情がなんかちょっと欠落してる気があるから、やや当てはまるでしょ、こっか。執着して他人に依存して行動する、いやー俺はこんなことないかな。基本的になんか自分しか信じないみたいなタイプの人間なんで、欲望行動を抑えるのが苦手だ。欲望行動、欲望行動、これもこの2、3年で、昔はよく我慢してたけど最近あんまり我慢しとかしないかな。なんかちょっと温泉行きてえなとかと思ったら、ほんと夜中の深夜2時3時とかになんかスパ行ったりするから、苦手かもね今ね。もしかしたらね、当てはまるでしょ、こっか。性的に奔放な性行動を取る、いや当てはまらないかな。現実的、長期的な結果を立てて行動できない、いやこれは結構当てはまる、マジで。長期的にあんまり目先のことばっか考えてる俺。初動的に行動をする、割と当てはまる。これはどっちかというと、責任がある行動を取ろうとしない、ルールを知っていて放棄する。責任がある行動、ルールを知ってるくせに放棄、あ俺結構当てはまるわ多分。幼児期から犯罪歴がある、そんな人間いるの。ちなみに幼児期から犯罪歴ってなんかどういうことやらかし、万引きとかすんのか。お母さんに言われて、いや当てはまらない。幼児期から問題行動を起こしている、いや俺もうね、こういう本当にめちゃくちゃ昔からいい子だったから、俺こういうの一切ないんですよね。問題児とか変更とか言われたりはしてなかったね。保護観察、仮処分の取り消し、執行猶予これは当てはまらないしておきましょうか。短期間に結婚、離婚、繰り返しことある、やと結婚歴がないです。なんか犯罪歴が逮捕である、当てはまらない。お、特に問題なそうです。あなたのサイコパスの可能性は小。サイコパスの可能性は小さく、特に問題がない。あ、よかった。俺、サイコパスじゃないらしいわ。じゃあ続いてですね、このソシオパスの傾向がないかを診断してもらうからと思います。ソシオパスっていうのは、無責任、恐怖を感じない、感情をせることができない、ナルシスト、社会的ルールを守れないなど、反社会性人格障害などを呼ばれる、極めて特殊な人格らしいです。日本でどれ診断できそうです。他人に自分の魅力を見せることに関心がある。これは俺マジでないかな。あんまり飾ったりするのが好きじゃない。自我はめちゃ強いぞ、俺は。どっちかというと。秘密が少ない方だ。いやー、難しいね。秘密か。まあ、少ないっちゃ少ないかな。なくないけどな、もちろん。人間関係は長く続く。割と長い方じゃない、でも俺どっちかというと。なんか、まあ、結構なんか、深く狭くみたいな。過去の失敗を経験として生かすことができる。たまにね、本当に、俺このミス何回人生でやってんだろうってぐらい、学ばないんで、これは家かな。現実的な将来設計ができない。これははいですね。俺ほんと目先のことしか考えてないんで、YouTube なくなったら俺自殺するしかないと思ってる。約束は絶対に守る。マジで俺本当にこれ申し訳ないけど、遅刻癖というか、時間に特にめちゃくちゃルーズなんで、これははいって答えたら怒られちゃうわ。自分の利益のために他人を利用することに抵抗がない。いや、これはもちろんめちゃくちゃ抵抗があるかな。他人を愛する能力が、不足している。いや、俺そんなことないんだけど、結構こう見えてさ、YouTube とかなんかその視聴者のこと好きだもん。俺だから人を愛することはね、
長けてると思う。むしろ一つの仕事を続けることができる。これ今となってははいじゃない。俺だってずっとだって YouTube やってるもん。今までその社会出てそのエンジニアとかいろいろやったけど、アルバイトとかやったけど、1年以上続いた経験ないけど、なんだかんだこの今の YouTube はずっと続いてるから、これははいでしょ。幼少期のトラウマがある。幼少期のトラウマで、保育園の時に空豆食わされて、ゲボ吐いたぐらいなんで、まあ、家かな。そんななんかママの、あれ、もう本当に僕、両親に恵まれたというか、虐待とか一切受けずに育ったんで、恐怖を感じることがない。いや、いいえ。恐怖めちゃくちゃ感じる。自分に自信がない。ここ2、3年の気持ちの変化としては、いや、自信ないっていうのも嘘かな。あるって言っても難しいし、これでもはいか家で極端だね。まあ、はいにしとこっか。まあ、ある程度自信なきゃ YouTube なんかやってないしね。攻撃的で喧嘩腰だ。あー、これ。そんなことないよ。たまにやっぱその、おいみたいな感じになるけど、自分が安全であれば他の人はどうでもいい。いや、俺これはなんか、結局自分がその、引きずるのが嫌だね。なんか自分だけ良かったんだろうかみたいな、引きずるのが嫌だから、結局それも自分のためなんだけど、いいえ、嘘をついて他人を操るとする。いや、これ家でしょ。そんなことした覚えない、マジで。日常的に手法を犯してる、または軽視してる。まあ、日常的にやっぱゲーム実況っていう、そのね、反著作権侵害のような犯罪行為を行ってるので、まあ、これは、はいと押したいんですけど、まあ、これは家にさせてください。責任感には自信がある。いや、これはないかな。責任感。てか、責任をもうそもそも問われるようなことを、なんか、あんまりそういう立場に立たない。衝動的にお金をたくさん使ってしまう。いや、むずい。ギャンブルとか好きだけど、そもそもタバコ酒一切しないから、そういうなんか浪費癖みたいな、そのキャバクラとかでね、なんかその高い酒頼んでドーンみたいなしないから、いいえ。罪悪感を感じることがない。いや、これはいいえ。はい。ああ、ソシオパスの可能性も小らしい。これなんかめちゃくちゃ真人間じゃないですか、これ。もし身近にそのソシオパスの可能性がある人がいたら、この診断を教えてあげてください。ちょっと教えてあげよう、いろんな人に。じゃあ最後ね、うつ診断やっていきます。ちょっとこれは俺自信ないよ、うつ診断は。気分についてとても辛く不幸で耐えられそうにない。いつも辛いなどマイナスの感情から逃げられない。今はそうでもない。今本当に平坦な気分。将来に希望はない。暗く良くなる光も見えない。将来を悲観視している。悲観的には考えてないけど、不安だけどもちろん。悲観的に考えてるってこともない。今までの人生すべて失敗だと思う。そこまで心配ではない。全部でも、人の一人もでも失敗絶対多かったね。すべてが不服で不満でうんざりする。今までと同じで満足している。今までのように楽しむことができなくなった。いやー、どっちかというと、これはあるかもしんないな。それこそだってさ、もうなんか、ね、ある程度そのなんか新しいゲームやるときの刺激みたいなのってさ、どんどん年々やっぱ減っていくじゃん。今はこういう時期ですよ、さすがに。罪悪感、罪の意識について、時々感じる。罰についてお受けください。今受けてると感じ、受けてる。かもしれないってなんかでも精神的に感じるな。何かうまくいかないと、なんかこれは今までの俺の罰だみたいな。自分自身に、うんざり、失望を別にしてはないかな。自尊感情、いつも失敗に対して自分を責める。他人の一人劣ってるとは思わない。欠点や甘えに対して批判的、マイナスなことがあると自分が原因であると、いや、これは割と責めがち自分を。自殺や傷つけようとは全く思わない。何これ、起死燃料って何、なんていうの、起死燃料。死にたいと思うから自殺する勇気がない。機会チャンスがあれば自殺するつもりである。いや、今のところそういうのは、まあそういう時期もあって、もちろん中学生の時とかに親に今から死にます、今までありがとうございましたつって、一斉送信して両親に。そしたらなんかその30分後に両親とも仕事を切り上げて帰ってきたっていう過去があるけど、今はもうね、そんなことはないね。泣く、以前は今泣きたくても常に泣いて、いつも以上泣くことはないね。まあでも割と感情とか涙腺脆い方だから、感動系のなんか作品とか読んだりすると自然と涙出てくるね。涙腺昔より緩くなった確実に。いや、たまにイライラする。焦燥感、他人への興味関心。いや、以前よりもね、俺マジで関心なくなったのは正直あるわ。飲み会とか行かなくなったもん、人の行くだけ無駄だろみたいな。この人紹介したんですよねとかって言われても、いや別に俺は知り合いたくねえしみたいな感じのスタンスに、それはほんとここ1年で変わったわ。人と会う、人とその交流増やす機会を自ら避けるようになった。判断力、もはや全く決断することができない。もうしゃぶ中やん、ここ押す人。
以前と同じように決断、以前より決断を伸ばしがち。決断、以前と同じようかな。決断は容姿について、うん、まあ最近は、あ、まあでもこれまさに老けて見えないからたまに不安な労働意欲、労働意欲、うん、去年の夏頃すごいしんどかったんだけど、まあまあ体をちょっと鍛えるようになって、まあジムとかに通って体を少しでも動かすようになってからは、まあでもちょっとやっぱ腰が重いっていうのあるかな。何もすることができない。ちょっとこれやばい、引きこもりニートだね。これ。うん、睡眠について。いや、最近マジよく寝れる。以前とっていうか、むしろ以前より寝れる、最近は。気がついたらもう昼の3時とかなってる。マジで。疲労感についてお答えください。疲れていて何もできない。以前より使いやすい。これもほんとここ最近のね、ジム通いの方で結構改善された気があるから、以前と変わらずかな。鬱じゃないのかな、もしかして俺。食欲について。あ、もう以前、俺食欲に関してはマジで、ずーっとね、安定してる食欲は。常にもう腹いっぱい食いたい感じ。それを抑えてる感じ。体重、最近2キロ以上痩せました。はい。自己健康意識、どこか痛い、体の心具合ばかり心配で他のことがあまり考えられない。これは2、うん、性欲について、ね、以前と変わりないです。はい。軽いうつ状態の可能性があります。スコア100点満点中25点。弱うつ病らしいですね。以前と友人と遊んだり好きな音楽を聴くなどして気分転換を図り、しつかりと予防していきましょう。はい。まあどうだろう、3つ受けたけどさ、そこまでなんかひどくなかったな、今回の診断は。まあ、てことは、まあ割とメンタルは安定してると言えるんじゃないでしょうか。まあ皆さんももし気が向いたらやってみてください。ありがとうございました。